はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第267回でございます。えー、今回はですね、YTFF、えー、YouTube ファンフェスです。に行ってきました。えー、2日あって2日目の方に、えー、行ってきたんですけど、えー、それの話、まあ、感想とか、あと行く前に、え、こういうことを思ってたんです、とか。 行った後に、こういうことを思ったんです。みたいなところを皆さんとシェアできたらと思って喋ります。で、あと、今年最後のコラボが決まりまして、詳細は言えないんですけど、決まったよっていう報告 <laughs> と、あと、シャープ年末の配置、これ先週と同じなんですが、ツイッターのやつでね、あの、1年の最後にいつもふざけた動画をちょっと撮っていて、まあ、それのまあネタというかを募集してたんですね。で、ある程度ちょっといただいて、こんなことやろうかなっていうのは固まったんですけど、あの、質問をね、 欲しいんです。あの、結構もらってるんですけど、好きな YouTuber さんは何ですかとかね、そういうなんかベタな質問とか結構いっぱいいただいてはいるんですけど、もうちょっとちょっと欲しくって。なので、あの、ツイッターされてる方は、ぜひあの、シャープ、年末の配置ってつけていただいて、質問を、え、これ勉強に絡むことでも、え、絡まないことでも全く自由です。 あの、本当になんかちょっと変じゃねっていうことなければ結構使ったりしますので、あの気にせずツイートしてみてください。もしくは、え自分のツイッターがね、アットマーク、ハイチ、えっ、ー、と、アンダーバー、とあるなんですけど、ひらがな、ハイチ。ひらがなね。ハイチで調べていただければ出てきますのでえ、そこにリップ飛ばしてもらっても構わないし、メールで送ってもらっても構わないので、まあよかったら質問ね、あの飛ばしてきてください。じゃあ、本題いきましょう。 え、YouTube ファンフェスですね。あの、実際参戦、えっと、行った方もいらっしゃると思いますし、もしくは、生放送やってたからね、そっち見た方もいると思うんですけど、え、1日目が、ミュージックですね。で、トワイスとか、小袋とか、あの、ジャニーズのこうなんだっけ、ストーンズだったかなちょっと違ったらごめん、ファンの方ごめんね。あのー、がね、やってましたけど、まぁ、実は2日目の方なんで、YouTuber さんがね、いっぱい集まる方に行ってきました。で、えー、まぁ、あ、ほ 本当に有名な方ばっかりでね <laughs> すごかったけどでひとまずね行く前にあのどういうふうに自分が感じるのかなっていう部分が何て言うのかな、まあ、単純にあの見なかった方もねたくさんいらっしゃるんだけどどう思うんだろう俺っていうのがね一番の興味だったの自分の中でなんかもちろんそういう方たちがさもアイドルみたいな感じに人気なのもキャーってなるのも分かってる黄色い歓声を浴びるのも分かってると で、自分はそういうタイプじゃないし、もちろんそれだけのその、なんだ、影響力とか人気というか、その、知名度がないのもわかってるんだけど、もともとそういうタイプじゃないんだよね。だから自分がどっかに出てた時に、キャーっとはならないし、基本的に。そう。で、だから、も、なんか今その、活躍されてる YouTuber さんを、同じ YouTuber なんだけど、結構一歩、二歩ぐらい引いて見てるのね。もう違う仕事、みたいな感じ。そう。で、結構感覚としてはいるの、普段から。で、 まあそれがもっとそういう風に思うのか、それとも、あ、自分もあんな風にワーキャー言われたいみたいな風に思うのかなとか、自分がどう感じるんだろうっていうのが不思議で、まあ、そんな感じで行ってきました。で、最初はね、ヒカキンさんとセイキンさんの,の新曲ね、今ね、もう自分大好きでさ、普通にダウンロードしてるんだけど、それが歌ってて、もうそこからもう、うわーだよね。もう前奏流れた瞬間、もうキャーっていう。 俺もキャーってなりそうだったけど、今だと思って。<laughs> でぐらいに、まあまあすげえなーと、まあかっこよかったんで、よ本当にかっこよかった。で、水溜りボンドが司会で、で、まあフィッシャーズだったりとか、えっ、ー、と、東海オンエアさんだったりとか、まあいろんな方が出てきてくださって、もう出てくるたびにたびにもキャーだよね。やばいみたいな。<laughs> そう。で、まあ自分の中で一番印象的だったのは、あの、100万人。 2018年に100万人突破した方を表彰というかあの金の盾もらえるじゃないですか100万人いくとあれをヒカキンさんからあの手渡して渡す、まあ、授与式みたいな感じそうをやったんですよねであれがねやっぱり一番印象に残っててうんいいなって思ったうんあのねそのみんなに渡した後にあの1列二列かで並んでねその中何人か示された2組だったかな がちょっとヒカキンさんとトークするみたいなとこがあったの。ちょっとだけなんだけど。で、そのお一方に、UTB さんかなちょっと違ったらごめんなさい。っていう方がいらっしゃって、えっと、ご夫婦って言ってたんだよね。ご夫婦なのかな、多分。が、えっと、日本のいいところ、文化とかいいところを、えー、中国語って言ってた気がするんだけど、そのアジア圏に向けて発信するっていうチャンネルをされてるの。 あの、本当にね、あの、自分が無知で申し訳ないんですけど、知らなくって、そのチャンネル自体を自分は。そう。でも100万人いってるからね。で、喋ってらっしゃったんだけど、当然、まあ、自分みたいな感じで、知らない方のがやっぱ多かったんだよね。だから、例えば UTB の名前が出ても、キャーとはならない。で、やっぱり、その、東海オンエアの時みたいな感じでもね。でも、自分がね、その UTB さんとヒカキンさんが喋ってるのを見た時に、あそこで喋りたいなって思ったの。 とその付いてもらいたいなって思ったんだけどそのもらった後にまある機会はもしいただけるんであればだけど教育のチャンネルでもここまで来れましたっていうのをやっぱり普段からこう自分の動画を使ってくれてる子だったりとかもう長い期間ねその普通にもう大学に入って高校でさあの使わなくなったのに大学入ったら使わないからさ俺のチャンネルはなのにずっと応援してくれてる方もたくさんいるから。 そういった子たちに、なんかその姿見せてあげたいなって、自分もそうなりたいなと思ったし、見せてあげたいなってすごく思ったんだよね。で実際100万っていうのはさ、めちゃくちゃ遠い数字なわけ。今自分が51万ぐらいか、だと思うんだけど。うん。で、自分の今の登録者の数に関してちょっと話をすると、どこで頭打ちするのかなっていうのが、ちょっとわからなくなってるのね。どういうことかっていうと、 自分はやっぱり小学生から高校生までの動画を撮ってるので、まあ高校卒業したらまあ見る必要はないわけですよ。まあそんなにチャンネル登録を外す文化はさ、今の YouTube にはないので、あれだけど、でも外されるからね。3月めっちゃ減るからさ、俺のチャンネル。そう。だから、どっかで頭打ちをする、伸びなくなる時期が来るんじゃないかなと思ってる。で、YouTube を始めた頃、まず10万人、10万人って思ってた頃ね。でも、最終的に30ぐらいまではいけるんじゃないかなと思ってたの。 自分の感覚としては。でも実際50万までいって、自分が思ってた上限よりも超えてるわけだよ。だから正直今分からんそう。分からないからこそ不安になる。やっぱりね。うん。でも、本当は今年ね、50万人達成して数字の目標を達成したから50万っていう数字はね。で数字の目標2019年あんまりもう意識しないでいきたいなって思ってたのずっと。でも、その受賞式、授与式かを見た時に、 あそこまでは行きたいなって思ったんだよね。うん、すごく思った。あの場に、うん、立ってみんなにその優勝を見せたいなって。はい。だからきっと来年も数字の目標が入ると思います。100万人って言いたいけどね、多分伸び率的にはまあ現実味がないね。来年100万人は、俺のチャンネルは。わからんけど、どうだろうな。まあ今の伸びの率で言ったら2年だよね。あと2年ってかかる感じかな。まあでも、 腹をくくってやるって決めたらいろんなことをちょっと削って、そこに集中。ほんとチャンネル登録を伸ばすためにっていう風になっちゃう。でもそれはね、自分のスタイルに合ってないと思うんだよね。チャンネル登録を伸ばすための動画作りになっちゃうからさ。まあまあバランスかな、そこは。まあちょっとうまくいえない。わかんない。<laughs> けどまあそんな風に思ってる。うん。だからまあ感想としてはそこが強かったかな。あとは大好きなケミオさん見れたのは超嬉しかったけど。単純に。<laughs> うん。まあでも、 教育がもっと盛り上がったらいいなとは思います。そう。まあ、ちょっと、また教育の話はまた別にしよう。そこはね。うん。っていう感じですね。はい。本当にかった、言ってよかったですよ。本当言ってよかったと素直に思う。すごく思う。けど、まあ一歩二歩引く、もっと引くっていうふうには思ってないけど、やっぱりちょっと違うところ、違う世界だな、とは思った。うん。そのワーキャー言われてる皆さんを見た時にね。だから自分は、まあ、自分は自分のその分野というか、このフィールドでね、 やっぱいろんな、いろんな学生のみんな、学生だけじゃないけど自分のチャンネル見てくれてるのはね。いろんな方に届けて。で、まず知ってもらって。で、知ってもらって見てもらってさ。それで、あ、このチャンネル俺の先生、俺には合わねえわ、みたいな。思われたらいいと思うの。まずは知ってもらうことが大事だから、まあ、たくさんの方にこれからも知ってもらえるように頑張ろうって心に誓った夜でございました。はい。 で、最後、最後のコラボなんですけど、えっ、ー、と、来週ですね、えー、ある方とコラボ撮影してきます。えー、非常に有名な方なので、ぜひ楽しみにしてください。楽しい動画になると思うからね。<laughs> ただね、その年末、めちゃくちゃね、いろんな仕事と被っちゃってるんで、年内のね、に投稿がちょっと難しいかもしれない。わかんない。 そう一応2本撮るつもりなので、えっと、1本は年内に投稿できしたいなとは思ってるんですけど、まあ、なんか誰かとコラボするんだなっていうのを頭に置いといてください。で、ぜひ、あの、その動画に関してはプレミア公開したいなと思ってるので、みんなで盛り上がってもらえると嬉しいです。はい、という感じでございます。 で最近生放送全然できてなくて本当申し訳ないです。えっ、ー、と、ちょっとね、もうバタバタすぎてなかなか難しいとこではあるんですが、えー、冬休みに入るので、で、冬休み中はですね、まあ一応自分のチャンネルは中学生が、まあ、メインターゲットにはなっているので、えー、高校受験を控えている子向けに、えっ、ー、と、ちょっと勉強の、なんか少しお役に立てるような、まあ本当はいつも通りの勉強動画なんだけど、えー、投稿したいなと思ってますので、あのー、 するよってまだ約束できないとかちょっと難しいとこではあるんですけど、えー、やりますんで、よかったら、あの、受験勉強のおともいとか、まあ、中1中2のこと、まあ、高1高1の子とかもそうだけど、えっ、ー、と、宿題のおともいとか、まあ、自主弁のおともいとかわからないですけど、ぜひ、あの、これからもね、 え、自分の勉強チャンネルを使っていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、という感じで、まちょっとだらだら話してしまったんですが、今週は YTFF に行ってきましたというテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただき、本当にありがとうございました。では、また来週、来週っていうかもうあと今年もちょっとで終わるけどね、あのー、お互いに最後、 ピシッと締めて2018年ね、いい年だった頑張ったっていう年にして、終わり良ければ全て良しだから、ね、最後、ピシッ、ピシッと、ピシッ、きっちり締めて、で2019年にいいスタート切っていきましょう。ね、あの、ま、体調管理が一番大事なとこにはなるけどさ、今週も頑張っていこうね。はい。という感じで、じゃあまた来週何か喋りますので、よかったら来週も聞いてみてください。今回のダラダラジオはこれで終わります。以上です。ありがとうございました。